皆さんこんにちは、グッドモーニングライターのよしみです。ですね、今回は、なんとですね、なんか無重力マッサージチェアがあるので、それを体験してみたいと思います。無重力ってことはなんかすごい癒されるのかなと思って、私は普段肩こりとか首ここら辺のこりがすごいので、そこをほぐしてもらいに、無重力マッサージチェアに乗ってきたいと思います。それでは行ってきます。よしみワールド。それでは無重力マッサージやってみたいと思います。ここからはナレーションも入れていきたいと思います。よろしくお願いします。結構ね、なんか映像では伝わりにくいんですけど、ワクワクはしてるんですよ。なんか測ってます。体のサイズをまずは調整中ということで、足の長さだったり肩の位置とかをなんか調整されている感じです。15分やば。用意スタート。なんか3種類ぐらいコースがあったんですけど、今回はなんか気になる無重力コースっていうのを選んでみました。普通のマッサージよりも結構倒れるんですよね、椅子が。でこの今右腕の腕の部分がすごく膨らんでて、圧力でこう圧迫されてる感じです。おかなりシュールな絵ですね。これをあと何分間か皆さんは見せられるわけですけれども、ぜひ最後までお付き合いください。ところで皆さん、マッサージチェアって結構使ったりしますか？なんか家にマッサージチェアがあるって結構なんかすごい豪華なお家って感じで、私はなんか温泉とかに行った時にあったりするとたまにやったりするくらいで、あんまりねやったことがないんですよね。足やばふくらはぎが疲れる。足すごい、つぶれる足が。もうね、すでに意味不明なコメントが続いてますが、多分この映像だけだと全然伝わらないと思うんですけど、結構ふくらはぎと足の甲の上に空気がこう入って圧力かかってるところで、足の裏がゴリゴリされてる状態ですね。その後ろのなんて言うんだろう、器具みたいなのが結構硬くて、背中とかも結構痛いんですよね。なんか座り方が間違ってるのかちょっと分かんないんですけど、なんかそう、体がこわばってなんかこの時ぐらいから汗をねかき始めてると思います。結構ね、15分ってそんな長くないイメージなんですけど、この時すでになんか疲れてるので、まだ2分しか経ってないのかっていう感じであ、そうそう、で、なんかこう選べるコースみたいなのの画面がこんな感じになってます。 3D 強さとか、揉みの速さとか、叩きの速さ、足底揉み速さ、エアー強さ、肩もみ位置とか、こういうのが調整できるんですけど、私は特になんかいじらず中ぐらいですかね、これでやってみました。肩凝ってるから肩はいい気持ち。私結構首と肩凝ってるので、痛すぎると笑っちゃう感覚って皆さん分かります？頭
だんだん切れ目のコメントが入ってきましたが、なんか整体とか行った時とかも本当に痛すぎて笑っちゃうんですよね、後半とか。病院中私の笑い声が響き渡るみたいなことがたまにあります。この辺からも完全にカメラで撮られてるのをなんか忘れつつある感じで、手を隠すのに見えないんだ。独り言言ってますけどね。なんかなんだろう、マッサージとか整体とかなんかリラクゼーションサロンみたいなのとかもあると思うんですけど、そんなに私行ったことがなくて、それもなんか揉み返しが怖いなとかあったりとか、肩こりとかもなんか凝りすぎて逆になんか変に揉んでもらっては困るみたいなところがあって、そういうところからマッサージチェアもあんまり経験がないかったんですよね。急に英語出てきましたけども、ここでまあ約3分の1そう過ぎたぐらいなんですが、かなりもう汗かいてるし疲れてきてます。この足つぼだけがねかなり痛い。体の背中とかはまあゴリゴリされるけど、そんなになんだろう、叫ぶほどは全然痛くなくて。スパルタすぎない？だんだん切れ気味ですね。ちょっとね、予想と違ってたっていう、あー気持ちいいみたいなのを想像して乗っちゃってるんで私。まあこれで間もなく15分経過になりますね。完全に疲れ切ってます。終了終了。もうこれ顔が疲れすぎてもうなんか病人みたいな感じ。やっと終わったかっていうね感じですね。リラックスするやつじゃないの。めっちゃ疲れたんだけど。はい、ということでマッサージ体験終了です。マッサージチェアはリラックスするものかと思ったらめちゃくちゃスパルタでした。はい、戻ってきました。感想は、なんであんなに痛いのってくらい足のツボがめっちゃ痛くて、なんかエアーみたいな空気が入ってこう圧迫されるんですけど、手とか、あれ何に効いてんだろう。よくわかんないんだけど、足とかも本当に足の甲のところがグーってふくらはぎも圧迫されて破裂しそうになるし、でその後圧迫した状態で足の裏をゴリゴリゴリってやられるんですよ。もうあれが本当に痛すぎて変な汗かいて、なんかお尻からこの膝までにめっちゃ変な汗でこう今ビショビショって感じで熱い。はい、ということでこれリラックスしたのかな、肩こり取れたのか全然わかんないんですけど、でもわかんない。後半慣れてきたらちょっとこうふーって慣れる時間はあった気もするけど、なんかもっとなんだろう、リラックス
でこうあー気持ちよかったって感じかなと思ったら、なんかすごい変な冷や汗かいてぐったり疲れる系のマッサージチェアでした。はい、ということで無重力マッサージチェア、どこかで見つけたら皆さんも体験してみてください。おすすめなのかな、これおすすめちょっとわかんないですけど、気になる方はぜひやってみてください。はい、ありがとうございました、よかったらチャンネル登録、そしていいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。